はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回はね、またコラボ商品、はい、呪術廻戦とコラボした商品を開封していきたいと思います。それがこちら、じゃんとね、私ネットでね予約して購入したんですけれども、それがね今日届いたんで、こちらの方をね開封していきたいと思います。一応ね、購入したものどんな感じかっていうのをね、まずは見ていきましょう。まあ言わずもがなアクリルスタンドは買うよね。はい、五条先生のアクスタ、うわかっけえ、超イケメン、めっちゃかっこいい、アクリルスタンド、はい、かっこいいわ。とあとはね、もう開封品だね。一つがトレーディング缶バッジ全8種、はい、こちらをね、こちらがね4つ買いました。はい、全8種なんで半分の4つ購入しました。はい、でもう一つ、はい、こちらトレーディングアクリルキーホルダー、こちらは全6種ですね。はい、こちらが3つ、6種なんで3つ、はい、半分ですね、購入しました。あ、すいません、缶バッジもう1個あったわ。合計5個ですね、缶バッジ、はい、缶バッジは合計5個、はい、といった感じなんでね、早速開封していきたいと思います。はい、ではね、最初にトレーディング缶バッジ、5個あるやつね、こちらをね開封していきたいと思います。でこれをビリって破ってもいいんですけど、一応ねここにカッター入れてね、こうバサッていって開封できる状態に全部持っていきたいと思います。はい、上の方カットさせていただきました。ではね、1個目早速開けていきましょう。向き的に、あ、こっちだね、こっちが多分絵柄です。いきます。もちろん狙いは五条、はい、いきます、せーの、あー、イタドリ、始まりはいつもイタドリだな、ほんと俺の場合って開封いつも始まりはイタドリなんだよなはい、イタドリ、はい、では早速ね2つ目いきます。せーの、イタドリあ、マジか、イタドリ、イタドリ来ちゃったか。あー、これイタドリコンプですね。3個目いきます。せーの、はいはいはい、釘先ね、はい、釘先のばら、この釘先は可愛いね、いつもツンツンしてんだ、はい、はい、4つ目、やばい、なんか出そうな気がしない気がしてきた4個目、せーの、あー、伏黒か、いや追い詰められたぜ、追い詰められましたね、伏黒、ついにラスト、いやマジか、持ってるか持ってないか、いろんな意味で、いきます、5だ、あ、ちょっと待って、5個目だから5条、これ来たでしょ、いきます、せーの、いやーこれ釘先もコンプだな、これ、いやマジかー、
うわ、五条先生お迎えできませんでしたね。いや、ショック。はい、続いてね、トレーディングアクリルキーホルダー、こちらの方をね開封していきたいと思います。全6種で3個しか買ってないから、これまた厳しい戦いになるね。でこれの場合はね、アクリルキーホルダーなんで、カッター入れるとね、ちょっと下まで傷つけそうなんで、普通にペリペリってめくりたいと思います。はい、で早速もうめくったやつが1個あります。向きまたこっちか、こっちかな。はい、では早速1個目いきます。せーの、やった、やったぜ。ノーミュージックノーライフ、タワーレコーズ。おー、やったー、五条先生お迎えできた。いや、しかも一発目で来るのは嬉しいね。あともう楽だわ。ヒヤヒヤしながらめくりたくねえもんな。はい、よし、いいんじゃない。では2個目、いきます。2個目、せーの、あー、伏黒、いいね、伏黒。はい、これってあれなんだよな、多分な、ここになんか写せるっていう、写真映えみたいな感じでこう撮れるっていうことなんでしょうね。はい、3個目、いや最初に出すと余裕があるね。いやでもね、確か板取りとのツーショットもあったような気がするんだよな。それも欲しい、出てくれ。3個目、せーの、あ、そっちのツーショット、こっちのツーショットでしたね。はい、伏黒と釘崎、なんかこれを見た感じなんか付き合ってる感があるよね。いい感じの2人になっちゃってる。はい、まあまあ、でも五条先生こっちの方で出てくれて嬉しいな。どっちかっつったらこっちの方で欲しかったんでね。いやー、いい、かっけえわ。はい、ではね、最後にね、ちょっとこちらのアクリルスタンドを組み立ててみたいと思います。台座はいいですね、レコード版ですね、台座は。やっぱそこはタワーレコードって感じ。はい、はい、取り付けできました。いやー、いいね。はい、いやー、かっこいい。ではね、ちょうどいいんでね、私のね、呪術廻戦コーナー、そちらをね、お見せしたいと思います。はい、こちらがね、私の呪術廻戦コーナー、五条悟の教室と呼んでます。ほぼほぼ五条先生なんですけどね。はい、こんな感じでね、ワンコーナー作っております。はい、いや、ここにね、五条先生のねフィギュア飾りたいね、早くね。一番早いのでプライズで出んのかな。うん、その後フィギュアーツとか、あとはあれですね、渋スクっていうね、渋谷スクランブルフィギュアっていうところから4巻の表紙の
を再現した五条先生のフィギュアが予約してますけどね、あれももちろん買います。はい、それが届いたら届いたらで多分コーナーがもう一コーナー増えるでしょうね。はい、いやいいですねこういう眺めは。はい、ということでね、今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。